ガバントスラジオ始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルはサガン鳥栖ガンバ大阪の試合のレビュープレビューなどについて語っていくチャンネルです。サポーターの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回のテーマは名古屋グランパス戦レビューになります。よいしょよいしょ。まず結果から言いますと2対1の勝利。いやー、やりました。やりましたね。これはやりました。これはあの開幕戦以来失点してなかった名古屋から2点を奪っての勝利。これがね、今年のサガン鳥栖なんですよ。いや、正直アウェーで厳しい戦いにはなるっていうのはもちろん想定はしてたけど、うん、2点奪って勝つっていうのはちょっと正直想定できんかった。確かに、あってもね 1-0 勝利やと思ってたんで。うん、そうやな。まあ順番にというか行きましょうか、はい、そうですね。まずね、先制のシーンですよ。いやー、気持ちよかったっすね。ビースト前半6分ですから、開始早々の、いや大きいっすね。いやこれね、ちょっと形的にはうんプレビューで話した内容ちょっと関係してたかなっていうのがあって、はい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 、まあスローインからなんですけど、うん、大畑が一回スローインでね、ちょっと後ろの小山津に戻して、うん、でもう一回もらうんですよ。うんうんうん。そしたらその大畑にちょっと意識を取られた宮原が、うん、はい、酒井に裏を取られると、はい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 、あのセンターバックとサイドバックの間のですね。そうですね。でそっからクロスで林、うん、ピンポイント、まあ、ちょっとね予想した人は違ったけど、うん、まあ、形としてはあそこのスペースは狙っていこうぜっていう話してたもんな。狙っていこうぜってね、選手に伝わってたんでしょうか。まあまあでも4-4-2のね、うん、理想的な崩し方でやってくれました。いやー気持ちよかったっすね。うん、まあ、正直予想ではな、山下林のまた2トップでいくんかっていうところで酒井が出てきて、いきなり結果残したからね、まあ、アシストっていう形で、うん、まあ堅守を誇る名古屋からあの時間帯に先制できたっていうのも結構今日の試合大きかったんじゃないですか。いや本当にね、先制点がどの試合でも大事、監督も言ってました。そうですね、本当その通りですよ。いやー確かに。ほんでやっぱ結果的にやけど、前半に点を取ればトスは強いっすね。いや本当にね、逆に取れんかった時の勝率が低いという、うん、まあ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 ね、1点取った後もね、はい、やっぱ名古屋はさすがというか、うん、やっぱプレスは早いし、早いな、カウンターは怖いし、うん、まあまあなんやかんやでちょっとプレスが相当早くて、来てたな前から。やっぱボールを持つっていう展開にはならなかったんですね。結構蹴らされたけどな。うん、名古屋の方が持ってたからな。うん、1点取った後とか思って、今日さ、いつもの松岡のワンアンカーっていうより、どっちかっていうと樋口と2枚、あ、そうやな、ダブルボランチみたいな感じかな。ダブルボランチみたいな形になって、多分そこで結構、うん、相手のボランチがさ、うん、もう食いついてきてたから、うんうんうん、だから結構その最終ラインエドワルド・ファン・ソッコからもう一列飛ばしてフォワード、うん、酒井とか林にゴロで入るボールも結構多かったよな。あ、確かに。その2枚で誘って、うんうんうん、1個飛ばしでつなぐと。はいはいはい。
だからそこのを受ける仕事とかもツートップはかなりやってくれたし。そうやな。いや本当にね、今日のツートップはもう最高じゃないですか。結果的に2点目もセットプレーの流れではあったけど、ツートップの一角で入った酒井選手がゴールっていうところですもんね。しかもあれ、まあ、1回弾き返されてさ、もう1回ポーンってアバウトに入れるやん。うん。そこで接ったん酒井やからね。ああ自分で競って自分のところに最後転がってきた。そうそう、自分で競って落として、まあその狙ってる狙い通りではないけど、その弾き返さないようにな。うん、できたところ俺、いやーあれ気持ちよかったな。まあほんまにやっぱね、打たなきゃ入らないんですよ。そやな、それが分かりますね。うん、距離あったもんなゴールまで、うん、シュートレンジとはいえ打ったらね、キーパーノーチャンスのボールではなかったもんな。うん、確かに。まあ、ただブラインドとかさ、やっぱその辺もあって、うん、触ったけどゴールと。いやー誰がね、前半で名古屋から2点を奪うとはちょっと正直思ってなかったですけど、その2点目の時間帯も最高やもんな。せやな。うん、いやー気持ちよかったっすね、2点とも2トップ、うん、で、まあ、後半入ってトスは、ちょっとフォーメーションを変えたというか、うんうんうん、4-4-2、うん、にしたような形で。そうやな、まあまあはっきりと誰が誰見るか、うん、分かるような感じで、うんうんうん、まあ終盤に1点いかれたものの、うんうん、結構安心してまあ見れたっちゃ見れたんちゃう。まあかなりな、早めに向こう選手4枚ぐらい変えてもう前に前にっていうのはあったけど、うん、まあ最後のところはなしっかり跳ね返してたし、田代、うん、まあ、逃げ切りのために入れてっていうところで安定してたけどな、うん、いいのもさ前半にちょっと1枚イエローもらって、うんうん、ちょっと怖いなって言ってたけど、うん、相馬相手に積極カードを持たず、うん、かなりいいディフェンスしてくれてたな。いやーあれ1対1全然負けてなかったね、むしろ勝ってたね、うん、結構その縦突破の攻撃の部分が注目されがちやけど、うん、かなり守備の部分でもできるっていうのを見せてくれましたね。今日はなどっちかっていうと向こうのあのサイドの選手、まあ、マテウスとか後半やったら相馬とかかなりガンガン来てたけど、うん、まあ、守備の方でだいぶ輝いてくれたんじゃないですか、いいのは。うん、いや良かったと思います。そうですね。じゃあ今日の、まあ、良かった選手マッキーから頼ます。もうそれはやっぱり乗吉選手でしょう。ああ乗吉選手、ワンゴールワンアシスト、うん、確かに。もう結果だけ見てもね、うん、しかも1点目のあのクロスもさ、うん、もうピンポイントであそこしかないっていうところにやっぱ出せるのがさすが元サイドのクロスターの選手っていう感じやし、もう元やとはいえそうやな、まあ、本職はそこなんかもしんけど、とはいえな真ん中でも今日はもう後半も守備も頑張ってたし、長いボールターゲットになって体も張ってっていうところで、いやーパーフェクトやったんじゃないですか。うん、まあ、あのロングボールをさ、うん、胸トラする率がえげつなくて、いやあそこでな、ね、胸トラでちょっとボール吸収してなんかキープとかしてくれるとほんま助かるやろうからな、うん、チームであんだけ胸トラできる選手なかなか見たことない。ちなみにタッケの良かった選手は、いやーやっぱね2トップ一緒ぐらい良かったかと思うんで、まあ、マッキーが酒井やったら、うん、僕が林で。ああなるほどね。結局やっぱり2人がもう守備でも頑張ってくれて、そうやな、収めるところもやってくれて、うんうんうん、監督が最後のインタビューでさ、うん、あの2トップ得点以外のところでもまあ良かったんじゃないですかみたいなことを言われて、うん、はい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 、いやそれが
うちのサッカーですと、うん、はい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 、得点以外みたいな、うんうんうん、それも当たり前のようにも仕事のうちなんですよ。なるほどね。俺ができてこそ鳥栖のフォワード。いやー、だからこれからね、まあもちろん則吉選手も結果残したけど、他に石井選手とか外国籍選手ツートップ、なかなか激しいですね、争いが。これは相当ね、個人的には豊田もあと2点絶対取ってほしいから。そうやな、相当激しいスタメン争い。まあまあでもチームにとってはすごいいいことやと思うんでね。うん、前線からの守備があっての鳥栖のサッカーのスタートっていうところで、今日はそれをまさに体現してくれた試合、はい、いい試合やったかなと思います。確かに。では次節はどことですか？ FC 東京ですね。おお、またまたこれ、まあ守備も堅い、なかなか強敵ですね。そうですね、この勢いで2連勝いきましょう。はい、次も期待してます。はい、今日はこの辺で。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。今後も J リーグサガン鳥栖とガンバ大阪を盛り上げていきますので、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。